よし、ヒロシオさん、注文通り届けに来たぜ。やあ、グスタフ整備長、わざわざ来てくれてすまない。しかし、こんなに早く来てくれるとは思わなかったよ。王国軍はお得意様だからな、このくらいのサービスは当然だ。それにしても随分急な注文だったな。この前の警備艇の整備といい、何か事件でもあったのかよ。いや、まあ軍にもいろいろあってね。そうだ、中央工房の襲撃事件についてだが、重要な手がかりをつかんだので数日中には解決するだろう。おお、そりゃよかった。さらわれたラッセルじいさんは俺にとっても大の恩人でね。まさか傷つけられているようなことにはなってねえだろうな。いや、それはないから安心してくれ。おお、なんでわかるんだい。犯人たちは博士を人質に身代金を要求しているらしい。無事は確認されているから、どうか安心して待っていてくれ。なるほどね。ま、王国軍に任せておけば何の心配もいらなさそうだな。で、今日もコンテナのチェックをするつもりかい？信頼はしているが、これも規則なのでね。お前たち、早速始めろ。ロジャー、了解しました。異常なし、次。 OK です。センサーに異常あり、生体反応です。なんだと？整備長、これは。おい、別に心当たりはねえぞ。装置の故障じゃねえのか？そんなはずはない。中央工房に発注した特別製の生体感知器だ。だったらあれだ、ネズミかなんかだろ。そんなに大騒ぎすることないんじゃねえのか？これも規則なのでね。お前たち、そのコンテナを取り囲め。よし、開けろ。は？なんだよ、アントワーヌじゃねえか。お前いつの間に紛れ込んでやがったんだ。その猫は？アントワーヌって名前で中央工房に住んでいるやつだ。どうやらライプニッツ号に忍び込んでいたみてえだな。まったく驚かせてくれる。こら、お前、人騒がせにも程があるぞ。まあ、猫の気まぐれを責めても致し方ないか。お前、気に入ったのならしばらくここに住んでみるか。おいおい、アントワーヌを誘惑するなよ。振られてしまったか。残念だったね。しかし、その生体感知器、ずいぶん大した代物じゃねえか。危うくアントワーヌを閉じ込めたままにするとこだったぜ。ああ、さすがは中央工房製の機械だ。それではお前たち、残りのコンテナをチェックしろ。了解しました。
お前たちご苦労だった。コンテナの搬入は明日にして、今日はもう弊社に戻るがいい。あの少佐殿、ここ数日の非常態勢ですが、いつまで続くのでしょうか。そうです。どうして我々正規軍があんな連中の言いなりに。お前たちの言いたいことはわからないでもない。だが上官の決定に疑問を差し挟むのは軍人の役目ではない。それにどこに目があり耳があるのかわからんのだ。不用意な発言は慎むがいい。はっ。了解しました。ふう、後ろめたいものだな。少佐殿、申し上げます。カノーネ大尉が話したいことがあるから来てくれとのことです。そうか、わかった。仕方ない、メギツネの話を聞きに行くか。もんだ。散々反対してが、来てもらって正解だったな。ありがとう、アガットさん。でも、アントワーヌにはびっくりさせられちゃいました。うん、ちょうど隣のコンテナだったもんね。完全にバレたと思っちゃった。あの猫、整備長さんがわざと入れたんだと思うよ。あれがあったせいで兵士の警戒も緩まったからね。本人落ち着き払ってたし。ふふ、警備長さんならそれくらいやっちゃうかも。なかなか食えないおっさんだぜ。さてと、それじゃあ行動開始といくか。俺たちがいるのは飛行船発着場この辺りだ。闇雲に探したところで博士を発見できるとは思えない。そこでエステル、地図から見当をつけてみろや。え、どうして私に聞くのよ。何、ギルドの先輩として洞察力をテストしてやろうと思ってな。ほら、時間がねえんだからとっとと答えろや。ほう、驚いたな。ふふ、任せなさいっての。調子に乗るなっつーの。よっしゃ、お前の意見はどうだ。僕もそこが怪しいと思います。独立した敷地内にあるし、博士の才能を利用しているならうってつけの場所のはずです。ま、そういうことだ。時間もないことだし、まずはここを調べてみるぞ。アガットさん、脱出ルートはどうしますか。おっと、そうだったな。この発着場の反対側に湖に出る鳩場があるみたいな。じいさんを救出次第ここから船を奪って逃げるぞ。うん、わかったわ。
それじゃあこの研究棟に向かいましょう。ティータ、私たちから離れないでね。
これが鳩場の方に降りていく階段だ。帰りはこっから脱出するぞ。よし、分かったわ。了解です。
プン。やったりやがったな。塔に現れた飛行艇、やっぱりあいつら軍の関係者だったのね。普通の兵士とは随分違うみたいだけど、多分破壊工作の訓練を受けた特殊部隊だろう。道理で手ごわいわけだよ。おじいちゃん。なあ、いよいよその可能性が高くなってきた。だがここでやり合うのはまずいな。そうですね。下手に騒ぎを起こしたら要塞中の兵士が駆けつけてくると思います。なんとか見つからずに建物の中に入れないかな。いや、
窓に鉄格子がはまっている。音を立てずに侵入するのはちょっと難しそうだな。こいつは大当たりだぜ。ラッセル博士、本当にありがとうございました。よくぞこのゴスペルの制御方法を突き止めてくださった。情報部を代表して感謝しますよ。やはり貴様が黒幕じゃったか。情報部司令リシャール大佐、確か貴様もカシウスの元部下だったか。おお、そういえば博士は彼と交友があったのでしたね。カシウス・ブライトの行方は我々も探しているのですが、今心当たりがあるのなら教えていただきたいものですが。知らん、知ったところで教えるものか。まあいいでしょう。もしこのゴスペルが彼のもとに届けられていれば困ったことになっただろうか。今さら彼が現れたとしてもこの流れを止めることはできない。黒の動力機、いやゴスペルとか言ったか。貴様らそれを使って何をしでかすつもりじゃ。いや、そもそもそんな得体の知れない代物を一体どこから手に入れた？ある筋からと申し上げておこう。我々の目的は、まあすぐに明らかになりますよ。それが分かった頃には博士を解放して差し上げますから、それまでゆっくりなさってください。貴様らの悪事を知る者を平気で解放しようとするとは、よっぽど大それた真似をしてかすつもりらしいな。想像にお任せしよう。しかし事がなった暁には個人的に博士の研究を援助させていただくつもりです。新たな発明でこのリベールをより豊かにしていただくためにね。お断りじゃ。博士、あまり聞き分けのないことをおっしゃらないでくださいな。博士のお孫さんに万が一のことがあった時に助けてあげられませんわよ。小娘がまたそれでわしを脅すか。やれやれ、カノーネ君、君の交渉のやり方はいささか優雅さに欠けるのではないかね。失礼しました。彼女はどうも特殊なユーモアセンスの持ち主でね。誤解してほしくないのですが、我々は皆国を憂える一介の軍人に過ぎないのです。民間人を巻き込むつもりは一切ないと誓っておきましょう。幽谷のしきどりか。そしてあらゆる動力現象を停止させる漆黒のオーブメント。なるほど、貴様らの目的なんとなくじゃが見えてきたわい。ほう、失礼する。あら少尉、大佐は博士とご歓談中なの。邪魔するものではなくてよ。いや構わんよ。
ローランス君、報告したまえ。グランセルで動きがありました。大佐の読み通り、白き翼が網にかかった模様です。それはそれはこれでチェックメイトだな。それでは博士、我々はこれで失礼します。シード少佐、博士が不自由のないように気を配ってくれたまえ。は、了解しました。ラッセル博士、何か入り用のものはありますか？大抵のものなら揃えさせますが。ふん、結構じゃ。お前さんは連中とは違って骨のある男と思っておったが、どうやらわしの買いかぶりだったようじゃの。恐縮です。博士はある反逆者によって誘拐されたことになっています。それを踏まえていただければ、お孫さんへの手紙など届けさせていただきますが。早くわしの前から消えろ失礼します。リシャール大佐、あの人が黒幕だったんだ。しかも父さんのことを探しているみたいだけど。ああ、どういうことなんだろう。それにあの仮面の男、あの野郎、やっぱり出やがったか。行くみたいだな。うまく切り抜けられるかな。よし、一気に人気がなくなったな。やつとは決着をつけたかったが、まあいい、仕事の方が優先だ。窓から入れない以上、見張りを倒すしかないわね。速攻で蹴りをつけましょう。ヨシュア、ちょっと聞いてるの？あ、エステル。大丈夫？ヨシュア兄ちゃん。おいおい、勘弁しろよ。クールなお前らしくね。すみません、少しぼーっとしてて。ヨシュア、どこか調子でも悪いの？大丈夫、問題ないよ。入り口を守っている見張りを倒すんですよね？ああ、とっとと始めるぞ。